本日はですね、ご利益が爆上がりする御朱印の作法というものをご紹介してみたいと思います。仏教寺チャンネルの大師でございます。よろしくお願いいたします。御朱印と言いましてもお寺とか神社とかね、両方ありますよね。私はお坊さんですので、ここではお寺での御朱印に関してのお話をしていきたいと思います。御朱印でお寺にお参りします。お寺っていうのは仏教の場です。仏教っていうのは仏様の教えです。仏様の教えにかなったお参りをすると、お寺の御朱印のご利益が爆上がりするっていうね、シンプルな話になります。では仏様の教えとは何でしょうか。ちょっと総論的に言いますと、悪いことをせず良いことをして、自分自身の心の習慣を整えましょうというものになります。これが七仏通戒偈っていう仏の教えになります。でもですね、これちょっとね、実践するには抽象的なので、もうちょっとね、具体的に見ていきましょう。悪いこととは何でしょうか。具体的な例としては、不摂生であったりとか、不中等であったりとか、不邪淫とかね、そういうふうないわゆる戒律ですよね。戒律に挙げられているもの、あれが悪いことの主なものになっていきます。その戒律の中でも、現代人にとってついつい落としがちなのが不摂火戒というものではなかろうかというふうに私は考えております。不摂火戒、咎を咎ざる戒、他人の過失をあげつらうのは苦ですという戒です。法華経というお経の第50番目の教えの中で、仏様はこうおっしゃっています。他人の過失を見てはなりません。他人が何をして何をしなかったかを観察するべきではありません。自分自身が何をして何をしなかったか、ただそれだけを観察しなさい。あまり認知はされておりませんが、現代人がついつい落としがちな戒です。御朱印でお寺参りをして、きれいに書き清められた境内を目にしました。心が洗われる思いがしました。なんて素晴らしいお寺なんだろうな。それに比べて以前行ったお寺は、ついポロッと思ってしまうことないでしょうか。あるいは最近の御朱印ときたら読経の一つもしやしない、全くスタンプラリーじゃねえんだぞ。こういうのも実は他人の咎を解いてしまっているでしょう。あるいはスマホを開きました。政治家や有名人の過失のニュースが目に留まります。意識がそっちの方に引っ張られていきます。そういうことだってあるでしょうね。他人の過失を解かない、他人が何をして何をしなかったかを見ない、これね、案外難しいことなんですよね。本当難しいです。なんですけれども、せめてお寺にお参りしている間だけでも封印してみようと決めてみてはいかがでしょうか。そうすれば仏の教えにかなったお参りが一つ実践でき、御朱印というお参りのご利益も大きく膨らむのではないかなっていうふうに思います。そして不摂火、他人の過失を解かないということを、皆さんの周りの方にもぜひね、ご紹介してあげてみてください。そうして世の中の誹謗中傷が減って、生きやすい世の中っていうものを目指していけたらいいな、整えていけたらいいなっていうふうにお坊さんは思います。注意点として、自罰的にやる必要はありません。封印してみようっていう願いを持つこと、そしてポロッと言っちゃった時、思っちゃった時に、あ、私にはこういう習慣が身についちゃってたんだなっていうふうに気づきを得ることが大切なんです。願いを持つこととか気づきを得る、そこですね。変に自罰的になったらそれはそれで重たいです。なので願いを持つとか、自分を観察するであるとか、気づくであるとか、そのくらいのさじ加減でね、仏様の教えに親しんでみていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。そういうお話をいたしまして、本日の動画はここまで。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆様、合唱、はいはい、また見てねー。